こんにちは、松優です。今日はヘアメイクアップアーティストの猪狩忍さんがプロデュースしたフーミーのお披露目会に遊びに行ってきました。猪狩さんといえば猪狩メイクという可愛らしい女の子のメイクをすることで有名な方です。私もお会いしたことがなかったので、とても楽しみに行ってきました。私が気になった商品は、手を汚さずに塗り直せる日焼け止め、クッション UV パクト、それに肌色を補正してくれるだけではなく、 UV ケア、大気汚染からもブロックしてくれるコントロールカラーベースです。みちと一緒に猪狩さんの、新作発表会に来てます。すごいよ。うん、すごいよ。会場には大きなバルーンがあったりとか、可愛いスイーツがあって、とても女の子だったら楽しめる素敵な空間になっていました。ちなみにフーミーは2月20日発売。1500円から2800円くらいと価格も嬉しいです。猪狩さんご本人にもお会いできて、とても素敵なパーティーでした。 See you soon! また今度。